ターゲットの生存を確認。お約束はフィクションの世界だけ。戦場にお約束なんてない。知ってる。信憑性に欠ける。サイレンス、大丈夫？勝つ。今度は逃がさない。確かに、アーネストは生きていた。君に言われても、嬉しくない。寝言なら聞きたくない。コードネーム、サイレンス。戦闘を開始する。逃がせない。この手、くらえ。大したダメージじゃない。下準備だ。排除。この、損傷は下準備だ。警備。損傷は警備。お前の闇を暴いてやろう。何を。どうした？お前の力はその程度か？その程度。そうだ。お前の全力はその程度かと聞いているのだ。全力かどうかに意味はない。必要なのは結果だけ。ならば、お前はこの結果をどう見る？すでに敗北は近いが。まだ敗北してない。なるほど。結論を先延ばしにするのがお前の戦略か。そうじゃない。お前はまるで俺様に抱かれるために生まれたような体をしているな。意味不明。簡単だ。お前を抱きたいと言っているのだ。深い。お前が嫌がる様子も俺をそそることをよく理解しているようだな。バカにつける薬はない。何？その体が快楽バカになるまで味わってやるさ。いや、近づかないで。
戦闘継続、逃がしはしない。目標確認、行け。くらえ。大したダメージ。下準備だ。まだだ、くらえ。この手、まだ、下準備だ。大したダメージじゃない、確実に仕留める。くらえ。戦勝は失礼。お前の闇を暴いてやろう。ケイリ、何を。あんな攻撃で俺様に勝てると思っているのか。私のアマ王は弱いとでも。威力はあるが当たらなければ意味はあるまい。当たってないわけじゃない。だが知名打になっていないことは分かっているはずだが。いい加減諦めたらどうだ。それは無理。オペレーションは遂行する。それは女神に頼まれたからか、それとも自分の意思か。答える義務はない。釣れないやつだな。お前をもう少し理解しようとしているんだがな。別に理解してもらえなくていい。本当にそう思っているのか。くどい。状況判断の結果、戦況は私が不利。無理は禁物。体勢を立て直す。
図書室に本を返してから行きますので。先輩、女子に対して虫という表現は良くないと思います。まあ否定はしませんけど。避けるのはやはり私とナオリンくらいだけでいいのですから。慌てた先輩の顔も素敵ですよ。その反応。ココロちゃんのこと気になってるんだ。ちょっとだけね。何話してたかは聞こえなかったけど、ずっとココロちゃんの背中を見てたから。それは私も思う。今度触らせてくれないかな。だよね。あんまり心ちゃんと話ができたこともないのに、いきなり髪を触らせてなんて言えないもの。走らないよもう。別にいいけど、セクハラのつもりならダメだからね。じゃあ大丈夫。あんまり人前で言われたら恥ずかしいけどね。だよね。もうそういうこと言うと意識しちゃうじゃない。距離感って難しいよね。そんな大層なものじゃないよ。心ちゃんと仲良くなってみたいけど、あんまりしつこく追い回すとストーカーみたいでしょ。私は怖くないってことを知ってもらう方法はないかなって。私とココロちゃんの親善大使になってくれることを切に望みます。カズくんならできると思ったのに。知ってる。カズくんがあんな趣味持ってても、それでも私はカズくんのこと嫌いになれないから。どういたしまして。でも平気なわけじゃないからね。そういう問題
いでもないけど、はあ、頑張れ私。カズ君を真っ当な道に戻すには私の力が必要だわ。多分もう人ごとみたいに言って差し入れ一回減らすからね。ではカズ君の顔に免じて許してあげます。それじゃあ私は部活に戻るね。さんの代わりに差し入れをお持ちしました。チーズケーキです。小さいカップに入ってるので皆さんでどうぞ。先輩、こんにちは。こんにちは、綾瀬さん。チーズケーキはお好きですか？好きです。いただきます。おいしいです。あればちょうどよかったんですが、カップが残っていなくて5つになってしまいました。先輩、いいんですか？それでは1つだけいただきますね。ごちそうさまです。いつもありがとうございます。どういたしまして。彩香さんも美味しく食べていただければ喜ぶと思います。ええ、なので今日は代わりに私が参りました。おかげで私もご相伴に預かれたわけですが、室坂先輩は部室で食べてないんですか？実は彩香さんと一つずついただきました。なので
ここでもう一ついただいたことは内緒にしてください。わかりました。絶対口外しません。ありがとうございます。綾瀬さんは本当にいい人ですね。そんなことないです。室坂先輩の方が魅力的で優しくて。もしよかったら今度見学に来てくださいね。彩香さんも喜びますから。はい、わかりました。室坂先輩、すごいやつ。ないです。目が語ってました。やっぱり大きい方がいいって。そうですか。恥ずかしいです。いえ、you